こっちに帰ってまいりましたか <laughs> 僕です皆さんありがたく今日も配信をしていきまいや今日は配信をしていきましょうかねこんにちは <laughs> 久しぶりじゃん昨日サボったろ、うん、昨日サボまあ、サボったとは言わねえけどねあの新しいパソコンがな帰ってきたからそれのセッティングやらしてたんとあとちょっと僕文句がありまして 前回の配信の最後ですよ。僕はね、あそこで終わるのが、まああそこで終わっちゃったから新しいパソコンのセットをしたんやけど、あそこで終わんのがよかれと思って終わったのに、それに対して文句ぶーたれとるやつがおったでムカついたので、ちょっと配信休みました。<laughs> あの、前回の終わり方に対して文句言うガキがおったんだ。俺、あれがいいと思ってたのによ。 ちょっとあの、ありがたみを感じてもらうために一回休みました。<laughs> あれ、ブチギりじゃねえんだよ。ブラウザ閉じたら終わったんだよ。でもあれ、ゲームが終わったのに、その後からなんか、後からせこせこ言うのもなんか嫌やなと思ってさ。だからあそこで終わったのにさ。それに対して言うのさ、あれ最前提やったやろと思ってんのに。 ちょっと僕、ムカついたんですよね。うん。なんで、ちょっと僕の取る行動に対して、そういうことせこせこ言う輩からがいる以上、僕の配信頻度が、まあ、落ちると考えていただいて結構です。はい。寂しかった。ごめんね。なんか寂しい思いさせちゃって。<laughs> まあでもさ、ほんで、まあ、言い訳続きになるけどさ。 昨日帰ってきてぶっちゃけ配信できたけどパソコンのセッティングしたんと今日はあの回線の工事の業者が来てたのよその俺が回線見直すって言ってたやんそれの下見に来てくれたでそれが終わるまで配信待ってたうんちゃんとしてんだろうんうんなこんなんやる気起きるわけないやろお前ら今見て今見てこれやる気起きるはあ言い訳マンション工事中だねえって <laughs> まあ何しとってもそう言うんでしょうね 違うんですけど仮にそうだったとして何があかんねん <laughs> 違うけどな違うけど楽しかったよマジでいやーこの2日3日かうん、うん、楽しかったな色々久々にねあの、まあ、4人いたと思うんですけどスイカゲームの開発者の方とあの僕とね窓付きさんとモコうさんの4人でちょっとお会いしてたんですけど プリクラだけじゃないですよ、もちろん。どうしよう、どこまで言ってんやろ。じ <laughs> ゃ待ってな。どこまで言ってんやろ、これ。言うたらあかん話あるかな。何分ね、ちょっと NG みたいなのありますからね、人によっては。うん、ここでやめとこっか。モコ生きてたいや、死んでた。モ、う、コ、ん、引きずり出せよ。でまあ。うん、うん。みんな楽しかったよ。 へえ。にわせはつまんねえよ。で、匂わせはしてねえよな、もう。<laughs> うんうん。太一は言ってた、本当におめえ、窓付きの何喋んだよ。で、あんま大した話はしねえけどな。最近の活動が、みたいな話はあんましやんな、でも言うて。<laughs> 匂わせじゃなくて事実だしな。でも、まあ、そうだね。なんとね、ちょっと初初体験しちゃいましたね。みんなで <laughs>。 クラブに行きましたね <laughs> そこかなまずクラブみたいなの行った初めて行ったいやすごかったなあのね音楽の音でかすぎて誰が何喋ってるか全然聞き取れや、うんでも飲み物たくさんついてきたでその飲み物のチケットがついてくるんねやってチケットがそれをこうやって気に入った女に渡しに行くんっていうのさ <laughs> そういう世界やったで <laughs>、うん、なんてこったーってあででの DJ の方とかおんやけどその階層があってさたくさん別にこの話はねして話やからすると思うんやけどこれしていいんやんねって聞いたもん <laughs> で <laughs> していいんやけどあの1階2階みたいな感じで階層に分かれて DJ の人がおんねやけど多分下に行くほど偉いんやって1階ほど入った瞬間の。 そうそうそう。ええー、あ、こういう、なんか DJ って結局何してんやろうなーっていう話で終わったけど、なんか CD 取り替える人らしい。はー、場所言えよーって、あ、別に、だからってわけじゃないけど、東京には行ってませんよ。うん。あの、俺に気を使ってみんな名古屋に来てくれたんかもしれんや、確かに。名古屋に集まりましたね。はい。 え、なんだ、東京に行ってると思ってたお前らそう俺が東京行けやへんでーっていうのは前から言ってたんよ名古屋集まろうよみたいな感じでであの、俺のそのスイカゲームの開発者がおるやんか後輩もまあてかみんなの後輩ないけど要はあのまあ言って出身別に言っていいようなまあ俺と割と近いんやてか俺が十何年前の後輩やで俺,俺が一番最初にこの声目かけてたっていうか声かけててそんでみんなと仲良くなった後輩ないそうそうそう そう,なんかそうなんよ。でその昔俺がさその活動してた時の後輩やでさそれで俺が窓付きに最初は来いよって言われた時にそいつを連れてってた。でそっから仲良くなってあのみんな関わり持ってね。あるんだねそんなことも。レトルトにバカにされるぞいや年齢下やしなんかい難しいやん言い方後輩って言わんだら何て言ったらええんや。 あれやでだって6年ぐらい前やったがにかに豊と窓付きもあのそのそ、まあ、後輩の子な結婚式とか呼んでくれてて俺ら行ったもん3人ともへえー、そやねんそんなんあんねんだからまさかさ結婚式にさ俺がインターネットで知り合った人に呼ばれるとは思わんないんやけどさまあなんか仲良してたで呼んでもらってでみんな集まってっていうあるんだねー <laughs> うんうん、いい関係性だねってまあなやっぱ古い人間っていうのはあれはいいもんやでな配まあ別に配信者配信してないけどな今はあのだからスイカゲームの開発してそれでヒットしてんね <laughs> <laughs> ごめんこれは嘘なんやけどスイカゲームの開発者ってさっきから言うてるけどそれは嘘なんやけど活動者じゃないからあのスイカゲームの人ってことにしてる紛らわしいわて <laughs> <laughs> んとなく察しろよ うん、また嘘ついたーで <laughs> ごめんごめんもコを返してくれよいやもうなんか空に閉じこもるらしいよ空にこもるらしいうん知らんけどだから表に出てないのなんでなみたいなこと僕聞いたか聞いてないかちょっと覚えてないっすね飲み屋とかも行ったからねちょっとね分かんないや記憶が酒飲んでねえけどあとバカみてえにさサウナとかも行ったわなんか あの、トトの宇宙がさ、追ってよ <laughs> くっそ寒いさ水風呂とか使ったわサウナ苦しい苦しいって思いながらサウナ入ってで、水風呂入って「あっ冷たい冷たい冷たい」ってあれうるさかったやろな温泉入ってさ「俺冷たい冷たい」たい言うてたもんでその後、外に出てさそしたら外に出てこうやって横になるとこがあんねんけど上にライトがあんねんけどそのライトが俺ぐるぐる回ってんね あバカだこれって外寒いはずなのに全然寒くねえしってみんなそれを4セットぐらいやってたわ俺は1セットで終わったけど俺はもうそこ足早にやめたあこんなんやってたら頭おかしになると思って <laughs> やりすぎだろうってうんうんなあ何回もやってもええもんじゃねえよな感覚麻痺してるだけやんなバカ そんなんじゃ整えないよで,でも初体験がいっぱいでしたね絶対やりたくねえと思ってたけど、まあ、せっかくやしやるかと思ってやったわ向こうのチンコでかかったでまたでかなってたびっくりするかもしれんけどなんかケルベロスみたいに三股に分かれてたもんまたでかなってたはあうんうんうんかっけえなーってねえやっぱ違うんやね 一流のユーチューバーになるとね <laughs> <って S 1> なんか久々の配信でちょっとテンパるわ <laughs> <laughs> 爆散してるなてうんうんお前のプリクラが <laughs> シワシワだった件について <laughs> あなんかプリクラってバカみたいなさ気持ち悪い加工してくるやんかあの加工で美肌効果とかあんのにそれでもシワがあるっていう <laughs> プリクラですらシワシワ <laughs> やばいよな。ク <laughs> ソキモかったよで。でもあれ言うてたで。あの豊タも窓付きも。これお前、女だったらマジで抱ける髪のびたなって。みたいな感じでさ。抱ける抱けるって。俺抱けるらしいで。やっぱ二枚目の俺相当可愛いみたいな。抱かれるとかやったら危うく。おっさん同士でそんな言い合ってるの無理すぎるよ。いやでもおっさん同士やけど、まあ年取ってもさ、いいもんじゃん。そういうのはな。 ちょぼ口がきついで、あんな、なんかな、写真撮るとき、プリクラとるときに、なんか小顔のポーズとかなんかそういうこと言ってくるんねやって。うん。この表情みたいな感じで、それに従ってた。おめえ24時間配信するんだよなって、え、なんでどういう理由から最近サボりすぎだよ。知らねえよ <laughs> おめえら 気,も気分悪いなお前誰が配信してんだよ今よ知らねえよ24時間とかなんでみたいな知らねえよお前らわ,けわからん気持ち悪いなお前ら死んでよわ <laughs> 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 かったって <laughs> もう関係ねえ話最近多すぎよおめら知らんところの俺が言い出すならともかくなあの終わり方でよかったあの実況はなバカなこと言うんじゃないよサボっといてなんだよその態度いや楽しか外で遊ぶのって楽しいんやなお前らえどうしよう配信頻度落としてこれから外で遊ぶやるこっかな金ならあるしいて <laughs> <laughs> 気づくの遅いで <laughs> もう36になっちゃった <laughs> うーんほんほんほんマジで遅いよででもやっぱ配信しやんとそわそわしてたけどなでも昨日そわそわしてたけどぐっとこらえた <laughs> お前らに心配させようと思って <laughs> うーん外配信してほしいででさめんどくせえんがさ別にまあ外配信も名古屋とかやったらぶっちゃけえんやけどさリアルタイムでやんのはな,な、まあ、東京じゃねえから OK やとは思うけど めんどくさいことに顔出し NG のやつとかおるやんそうめんどくさいよねなかなかそのくせプリクラ取りたがるっていういろいろあるからなみんななやり方がねうんうんうんええまあでもそういう集まりで集まってない別に配信でやらんでもって思っちゃうけどね昔からしてねえし 歌いてなでまぁ、あ、歌いては何かしらデリケートなんでじゃ大変だねぇ <laughs> お前ネットに写真上げるためにご飯注文するインスタグラマーみたいなそうなんかでもそのさ友達同士で集まってんのにまあ、せっかくやで配信するのもありっちゃありやけどなんかそれを目的にしちゃうとさマジでインスタグラマーみたいで嫌やんこれ分からへんなんかそれが目的やんみたいになっちゃうのうん <laughs> まぁちょっとぐらいやったらええかもしれやんけど カラオケぐらいやったらねうんしゃぶしゃぶも食ったしさクラブも行ったしそのトトノうもやってきたし C 社とかも行ったしなで大須の歩いたりとかもいっぱいしたらめっちゃ歩いたわてかすんげー歩いて疲れたでもな不思議となほ,とほぼほぼェルニアいたく痛くならんだいきり大学生みたいなことしてるえー クラブでナンパした最後ドリンクのチケットが余ったんやってそのさっきのドリンクのくらいになるけど <laughs> その,あの「じゃあねその俺ら4人で固まってこうやって聞こえるようにで音がうるさいからなんとなくで喋ってたんやけどそしたら横におったやつらがなんか近くにおった女の子に何か。 酒を持ってきて現れたんってえなんでみたいな感じで言うならどうも説明によると気に入った女がいたらそれにあのドリンクのチケットを使って酒を差し出してそれを飲んでもらってってよかったらまた飲んでもらうみたいな最初の1枚のチケットでそれをあげてでまだまだ飲みたいあののの飲ませてほしいってなったらさらにドリンクをおごるってシステムらしいでそれを聞いた時には豊かがすでにドリンクすべて飲み終わった後で「<laughs> まああのチケッっが残ってなうっていう状況で。 あ、俺全部飲んでもうたそうそうそさすがだねってあとねあの DJ とかクラブってお前ら知ってるクロックス NG やでわざわざ豊かの靴買いに行った <laughs> <laughs> クロックス NG ですみたいなこと言われてちょ靴買いに行くかって言うてうん全部あ引っかかんねん、うん、ドレスコードっつうのそれ いやおもろいわネタに困んねえよハンズのお前いいのかーってまあギリ許されたうんドレスコードってなんだろうええー、お前ユタカの話す内容全部取るんじゃねえよって昨日どんだけでもチャンスあったのになんで配信しにんねや豊かは <laughs> スーツじゃないといけないのいやスーツってことじゃないけど お前もだよ。だから俺パソコン、お前らが途切れるとこうるせえからよ。ちなみにお前パソコンのさ、あの調べても出てこないんねんやけど、俺左端にさ、そのスタートボタンとかブラウザのやつや,やりてえんやけどさ、下になっちまうけど、これどうしたらいい ?C 社ね、C 社楽しかったよ。あちょっと待ってな、確か。あ、大丈夫やな。<laughs> あ俺 C 社出てかさっきから言うてたもんな。うん。 C 社、まあ、楽しかったな。C 社で向こうがむせた話してくれそうそう。それをさ、言っていいんかなって今悩んでたん。あの、なんとですね、その C 社行ったんですけど、あ、それも聞いてるんや。じゃあ出回ってる情報ならいいや。それをさ、いやいや,いや、あ、聞いたんや。え、どこで聞いたん窓付きか。あ、窓付きが写真出してた。話してたそう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 。あの、完璧な写真があね、<laughs> おもれえのがさ、 <laughs> えこれこ公開したいけど豊かがさすがにするよな別にしてもええんやろうけどあカマかけたんこれ俺カマかけられたえー、写真どこ行ったっけなうんうんそのまああのニコチンが入ってんねんその C 社がそういうタイプがあってそれを豊かがチャレンジすんねやけども、まあ、あの漫画みたいなさむせ方すんねや <laughs> そうでだから結局もう一人のスイカの子も「タバコ吸えねえ」ってなるからさ <laughs> いやでまあまあまあ窓付きも言うてまあ言うて、まあ、若干大丈夫やでさそんで俺と大体窓付きで吸ってたわ新車は <laughs> いや<ー> <laughs> いや吸ってた時期もあるうんうんもこたんがグレちゃったで正直グレたと思うなんでグレたと思うお前ら 普通に怖いって言えよだってレトルトに笑われるやん。ニコ生のゴミのせいなので別にそういうわけでもないと思うけどまあそうかも。わかんねえ。本当の理由はわからんない。うん。ダイナマイトの件ならまああれもないちょっと広いっちゃまあ、まあ、豊かが悪いっちゃそうなるんやけどさちょっと広いよなみんな。うんうん。ストサバのせいだろもうこう落ち込んでたかーってもうそれだ やでも俺だとおるとき楽しそうやったよ <laughs> いやなんかいい回やったなって思うわうんよかったってまぁなたまにはこんなんもいいねえ月1ぐらいでしょっかなうん、うん、地元のダチ最高って全然地元違うけど アラーム鳴ってる。え <laughs> いや、ちょっと業者が終わった後によ一回横になったでさ、寝過ごすとあかんと思って。いや、ちげえよ、アラーム鳴っただけじゃん。18時半に。ワンチャンちょっと横になってるかなと思って。別に寝てねえんだけど。うん、怪しい。あ、じゃあアラーム鳴ったんで、ちょ、いっこの辺でって。<laughs> い,やいや、え。

例の件10月まだお前45時間しか配信してねえぞ <laughs> それ短けえな広ロのせいやけど半分以上えー、いつもなら70時間は配信してぞう,うーんまあたまにはいいんじゃないやりすぎだし基本的にうんうん飽きてきたかーで飽きちゃいねえけどや やりすぎだったことは一回もないよ。10月はゆっくりしていいから11月から本気出してよて。はい、わかりました。<laughs> 頑張ります。アークやろかーっか。なんであれが終わったから。ストサバーアークやったよな。結局でもな、アークはあんまりな、俺腰上がらんのよね。おいちゃん、配信者バーベキュー呼ばれてんのでうわ。 何それ <laughs> え何それえ何それ何え何 ?VTuber とか来るそれうん誰が主催してんのどんな悪いやつが主催してるかだけ教えてどういう悪人が主催してるそれ繁盛が主催だったら呼べよ。あか <laughs> <laughs> さんじゃあええわ。なんやびっくりするわ。 うーんえだってそんな仲良くないじゃんおえちゃん以外はみんな来るよマジあ東京以外でやって三重でやってくれやんそれだったら行くわソウルメイトじゃない <laughs> 若者ぶるなお前仲いいの向こうしかいないもんな僕もでもさ今回のさ最近昨今割とさいろんな人らとさやったりしてさ仲良くなってるやん ってなるとなまあ正直あれおえちゃんじゃんっそういうに言ったら言われんねやろうなうんあるよなうんうん人脈まあ確実に広がってるねそれがええことなんか悪いことなんかわ分かりませんけどえ4階がみんな呼ばれてる嘘やろ全員つぶすおめえ釣りスピーチやるんだよでカルビちゃんも俺のこと忘れてる多分 お前意外と好きになってくれる人多くねってそうねハマる人にはハマるって感じやろな関わりたくないと思う人はさすが近寄らんと思うええ悪評ばっか広がってなあいしし喋ったらいい人って大体言われるけどなお前弱な営業してるだけだろってえ一緒にすんなお前らとて <laughs> <laughs> あお前俺はな名古屋でなお前飲み歩きしてきたんやぞ一切酒飲んでないけど誰が弱なんよお前俺クラブまで行ったんやぞ一緒にすんなよなうん名古屋行って変わっちまったって <laughs> クラブ行ったことあんのお前らあのズンドンズンドン流れとる音楽にクソールせ線やってあれ お前しかもなんか照明がお前なんかちょっと紫とかピンクとかってそっち系なんやで <laughs> なんじゃこの空間でそこらかしこでみんな酒飲んでんねんでしかもお前俺ロッカーに荷物まで預けてきたからな知ってるかお前らほんでお前あの男子トイレ女子トイレがあるやんかあれがお前入ろうと思ったら男子トイレはチンチンが書いてあって女子トイレはお,前おまんまんが書いてあんねやぞ <laughs> お前クラブってそんなとこやぞやべえぞ ほんとにとんでもねえと思うだもんそういう世界行ったことあんのやばいよなマジでどんな形写真撮ってきましたよいしょ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 よし であのであすねクラブっていうのに僕行ってきたんですよ、そのそこであのトイレがあったんですけど、まず衝撃を受けたんですよね、そのトイレがどうなってんのかっていうふうに言うと、こんなことになってたんですよ、男子トイレ。<laughs> やばない。クラブは基本撮影禁止、これクラブじゃないよ、トイレだよ、女子トイレ。 あ、女子トイレこんなんだったんですよ。ね、やばいでしょ。ちょ女子トイレは NG かもしれないんでやめときましょうか。うーん。そんなことなってたよな。見せてよー。で、女子トイレこんなことなってた。これ、写真公開されたんだよね。あ、てか、あげてるからいいや。女子トイレこんなことなってた。ははは おもれハよなハハははハハハハハうんちょっとチャレンジしたんや頑張ってなんかロイヤルっての吸ったわええー、決めてんじゃんだいぶ決めてましたね鼻から吸ったらしいなーって <laughs> あそれも言うてええんや、まあ、別にあの自分のあの,あのやつ通してるからラストロー別にいいんだけど そうかっこよく鼻から吸ってるシーンからのあれやったよ今 <laughs> うんなんでそんな気にしてんの <laughs> なんか別に全部言ってええんやって本当に今回の話ね全部言ってええんやけどなんか人によってなんかいろいろ n c があるっていうちょっと面倒くさいよな,な自分だけの問題じゃないってめんどくさいよなえー、お前もしかしてやばいことやってる別にええやんな ちょっとお前なあ、あの、決めてなあ、あったぐらいな、ええやんな。うん、変わっちまったなり変わってないけど、なんだよ、お前風俗行ったのかよ、で、あのね、もう先に言っときます。行ってないですただ、仮に行ったとしても良くないかって思ってんの、俺はね。友達同士で集まって、ただ行ってないけど、行ったとしてもええやん なんでそんなこといちいち聞いてくんのねえ。言ってないけどな。ただ言ったとしてもいいでしょ。なんかあかんの。まだ好きが言ってたら本当に言ってないよ。<laughs> 言ってない。<laughs> 好きにすればいいじゃんってまあね。